お父さん。ウィングクリスは悪のパワーを奪い去るだけです。アクセスもしばらく静養すればきっと元気を回復するでしょう。よかったね、シーネちゃん。ええ。だけど、お母さん一体どこにいるんだろう。ちょっとちょっと、何か言ってるわよ。クモノースの監獄。クモノースの監獄？え？そういえば聞いたことがあります。遥か東、荒野の果てにある監獄です。大魔王が自分に逆らう者を次々と閉じ込めたという。シーネちゃんのお母さんもきっとそこに。違いないわ。シーネちゃん、お母さんを助け出しに行こうよ。俺も協力するぜ。ありがとう、チャチャさん。リーア、皆さんこういうのを知っていますか？知ってます。3本の矢ですね。一本一本は弱いですが、3本集まると、リーア、すごいすごいと思うか。やっぱり出れんな。おバカさんには意味がないんですね。本当にね。すごいすごい。すげえだろう。では大魔王様はシーネがアクセスの息子だと知っていたんですか？もちろんだ。だからお前たちに奴を見張るように言っておいたのだ。ほほ、さすがは大魔王様でやんす。それにしてもアクセスめ、あんな小娘にやられるとは。あいつはもう焼きが回ったでやんす。大魔王様、どうやらチャチャたちはシーネの母親を探しにクモノースの監獄に向かったらしいだす。それは面白い。クモノースの監獄はクモ女のスパイディアが守っている。なかなかの美女だぞ。美女、美女、美女でやんす、美女でやんす。よーだす、ハイデアンス、お前たちもクモノースの監獄へ行け。そしてスパイディアと共にチャチャを倒すのだ。あ、ハイデアンス。ピテの学ばどこまでも出す。あ、飛ばされちゃう。ストップストップ、チャチャさん、飛ぶのは諦めましょう。先が全然見えないわね。困ったな、西も東もわからない。これじゃクモノースの監獄に着けないぞ。もう少しのはずなんですけど。ん？何か聞こえる。子守歌だわ。この声、何か懐かしい感じがする。え？聞いたことあるの？母ちゃんのか？僕がお師匠様のところに預けられたのは赤ん坊の頃だったから、お母さんの顔も姿も覚えてないけど、でもお母さんが歌ってくれた子守歌だけはなんとなく覚えてる。あっちね、シーネちゃん、行きましょう。はい。それでチャチャという小娘が男を二人引き連れてこのクモノースの監獄に向かっているというのね。はい、そうです。スパイディアさん、大魔王様は我々とスパイディアさんが一緒に戦うようにと。はい、そうです。スパイディアさんの言うことは何でも聞いちゃうです。お、何でも聞いてくれるのかい。はい、ディアンス、肩を重みしましょうか、腰を重みしましょうか。私めにもみもみさせてくださいです。いや、私めがもみもみと。いや、私めがもみもみ、私めのもみもみが。うるせえぞおめえら。すまないです。私の言うことを聞くのなら肩でもどこでも揉ましてやるよ。本当ディアンス。ああ、本当本当。お前は夕飯の支度、お前は掃除、さっさとやれ！ほいで！ふん。子供のくせに二人も男を引き連れてると生意気に。たっぷり可愛がってあげるね。
ここがクモノオスの監獄か。ここにシーネちゃんのお母さんが閉じ込められているのね。お母さん。よし、行くぞ。リア、大丈夫？大丈夫じゃない。ここには結界が張られているんだ。結界？結界って？結界。魔法のバリアみたいなものです。結界を突破しないと中には入れません。こんなもんどうってことないぜ。どうしたらいいの？結界を解く呪文か何かがあるはずですけど。呪文？呪言。やんす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 。お前ら、すやんす、しばらくでやんす。お前たち何者だ。物覚えの悪いやつでやんす。噂には聞いていたでやんす。なんか寂しいだす。お前たち大魔王の手下だな。チャチャさん、その通りでやんす。お前たちがこの呪文は絶対にわからないだす。スパイディアさんが考えた完璧な呪文だすよ。やんすやんすやんす。おやじ、こうなったら何でもいいから叫んでみましょう。うん、やってみよう。開け、ごま、アブラカダブラ、パラレルパラレル結界を解けろ。ダメか。腹減った、飯起こせ。そんな呪文があるわけないだろう。あるかもしれない。本当にバカだな、リーアのバカ。なんだぞ、もう一回言ってみやがれ。リーアのバカ。あれ、反応があったよな。どういうことだ。悪口だよ、何か悪口言ってみな。リーア、任しといてくれ。悪口は得意なんだ、シーネのアホ。やっぱり近いんだ、リーア見直したな。いやー、俺悪口言った相手に褒められるなんて初めてだな。リーアのアンあんだぞ、俺に喧嘩売ってんのか。呪文だろ、呪文。あ、そっか。リーアのおたんこだって。ほら、リーアも言って。ああ、シーネのトンマ。リーアの短足。シーネのアホ。リーアのドーナガ。シーネのトンマ。リーアのガニ股。シーネのアホ。リーアの足臭い。ちょっとタンマ、足臭いってのはちょっとムッとするからやめてくんない？ごめんごめん、気にしてたの。リーアの顔臭い。ほら、待て。ごめん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 。呪文呪文呪文だから。そうだったよな。でも反応があるだけで結界は消えはしない。リーアの悪口も僕の悪口も、もしかして、え、まさか。ん、言えない、僕には言えない。どうしたの、シーネちゃん、なんで言えないの？よし、チャチャさん、思いっきり力いっぱい耳を塞いでいてください。え、こう？痛いの、シーネちゃん。チャチャさんのバカ。シーネちゃん、大阪でよんす。よし、口が裂けても言わないぜ。僕だって言いたくないんだ。でも結界を解かなければ。よし、チャチャのブサイゲー。すごいすごい。まだパワーが弱い、もっと大きな声で。チャチャのヘタッピ魔法、チャチャの胸ペッタン、チャチャのパンコナセ。チャチャの胸ぺったん、チャチャのおたんこなす。
やった結界を破ったぞ。素直に喜べないの。チャチャさん、ごめん。だからほら、拷問じゃん。呪文。うん、わかってる。結界を破るための呪文だもの。リーヤもシーネちゃんも本当の気持ちじゃないってわかってるもん。もう。チャチャ。チャチャさん。ごめん、チャチャさん。僕のお母さんを助けるために、チャチャさんの気持ちを傷つけちゃって。シーネちゃん。俺も、いいか、チャチャ。俺もシーネちゃんもチャチャのこと大好きだからな。俺たちも信じろよ。リーヤかっこいい。リーヤ、言い慣れない言葉使うもんだから下噛んでやんの。うるせえ。よし、行くぞ。あ、はい。気味悪いな。暗いですね。明かりが欲しいな。お、奥がちょっと明るいぞ。3000年の憲法、蜘蛛の手八列拳。はあ。私だってセラビー先生に教わったもちもち山に伝わる奥義。ウサギさんの遊園地入場券。はあ。あれ、あれ、あれ。できるわ。ウサギさん。通りすがりの糸巻おじさんです。私はただの通りすがりの糸巻おばさん。お姉さんよ。助手もいるわよ。いらない糸を巻いていきます。さあ、あなたはあっちの少年に。はいはい、トントン。糸巻き巻き、糸巻き巻き。引いて引いて、トントントン。お待ちなさい。さあ、チャチャと力を合わせてスパイディアをやっつけるんです。手ごわいわよ。行きましょう、ましょう。行きましょう、ましょう。引いて、引いて、トントン。ありがとう、通りすがりの糸巻きおじさんに、糸巻きおばさん。お姉さん。私も忘れないでね。観念しなさい。いや、邪魔すんじゃないわよ。俺は女は殴らねえんだ。シャッターの前だからってカッコつけんじゃないわよ。いや、いいよ。シャッターさん、
おとなしくくっついて歩いてりゃいいのよ。へえ、もうおしまいかよ。もう許さないわ。一気に肩をつけてあげる。スパイディアさんってあんなお化け雲だったんだすね。やっぱり美女は怖いでやんす。よく頑張りましたね、チャチャ。うん、ウィングクリスも随分使いこなせるようになったし、自信がついちゃった。もうどんな敵が来たって負けないぜ。シーネちゃん、よかったわね、お母さんと会えて。本当に心配してたのよ。はい、これもお師匠様やみんなのおかげです。ドロシーちゃんは長い間シーネちゃんの母親代わりもしていたわけですからね。カズ先輩から何でもこき使う母親代わりだったけど。うん、エリザベス、そうあからさまに言うものではありませんよ。あんたが言ってんでしょ、あんたが。シーネ、長い間寂しい思いをさせたな。私もやっと魔界の呪縛から解き放たれた。体力が回復するまでしばらく静かなところで静養しようと思う。必ず戻ってくるわ、シーネ。
それまで元気で暮らすのよ。お母さん、お父さん。では元気でな。次回、しつこいぞニャンダバー、お楽しみに。